はい、こんにちは。今日は心理学というかちょっとした老人の知恵をお借りしようという話になります。1000人のお年寄りの方に聞いた働く喜びとは一体何ぞやっていうような話でやっていきます。僕自身の話をちょっとさせてもらうと、今もう祖父が2人とももう他界をしてまして、1人は13年前、1人は8年前ですかねに他界をしてるんですけれども、特にその8年前の方に他界した祖父なんかっていうのは、こうまとも話を聞いたので亡くなる9ヶ月10ヶ月前くらいだったりするんですよね。でその時にいろいろ当時の趣味とか、それから働いた時の話とかっていうのを聞いて、あ、すごい面白いなと、楽しいなと、もっと聞きたいなと思ってた矢先、次に会う時にも亡くなる直前だったと。もう当時大阪に住んでて、田舎の方が茨城にあるんです、茨城県の方にあるんですけど、茨城県に帰ったその日に亡くなってしまったというような危篤状態の状態ですね、だったんですけど、なので、まあ、話を聞くことができずに、すごいこう未だに後悔をしてるとかっていうのがあるんですけど、まあ、そんなこともありながら、まあ、今日は、そういったやっぱり我々にとっての人生の大先輩であるご老人の皆さんから、働くとは何ぞやっていうですね、経験値を教えていただいた、そんな話がコラムとしてありましたので、それを引っ張ってきて今日は皆さんにご紹介をしていきたいというふうに思います。ご老人の人たちっていうのは、特にお年寄りの人たちっていう仕事をね、リタイアされて、まあ、今の日本を支えてきた、あるいは作ってきた方々なんですけれども、そんな方々が仕事による人生の幸福度を高めていくとか、充実感を高めていくためにはということで、5つのアドバイスっていうのをしてくれましたので、紹介していきます。まず1つ目っていうのが、給料じゃなくて精神的な満足のために働きましょうということです。まあ、給料の高さで仕事を決めるって、結構今の時代お金がね、特に20代30代の人たちなんか、これからもっともっと税金で取られていくような世代ですし、払った分がじゃあ年金で返ってくるかっていうと、その保証もないわけですよ。多分払った6割とか7割くらいの金額しか返ってこないんじゃないかっていうようなことが言われたりしてるんですよね。ありがちなことだと思うんですよ。給料で転職決めるとか就職決めるとかっていうのはありがちだと思うんですけど、お年寄りの方々が言うには、仕事に対する情熱を持つことのメリットっていうのは、給料をもらうことよりもはるかに充実感を上回っていくというような話です。それから2つ目に、最高の仕事を探す努力を怠ってはいけないということです。まあ、嫌な仕事を続けるっていうのは精神的にも健康的にも良くないっていうのはあるとは思うんですけれども、別にその嫌なことを続けましょうとか、そういうことが言いたいわけじゃなくて、長い目で見た時に、最初は嫌だなと思ってる仕事でも自分にとっては天職だって思えるような仕事とか、要は楽しいかどうかっていうのを基準に仕事を探すのではなくって、自分が長く続けていて楽しいとか充実感を得られるものになっていく、そんな仕事を見つけましょうっていうことですね。例えば最初は対人コミュニケーションが苦手なのに、にもかかわらず営業の仕事に回されてしまったっていう人が、実はお客さんが物を買ってくれて、で喜ぶ姿っていうのを見ていくうちに、あ、自分はこれがやりたい仕事だったんだっていうふうに思えるものであれば OK という、そんなイメージですね。それから3つ目に、最悪の仕事でも最高を探すっていうことです。どんなにひどい仕事についていたとしても、時間を無駄にするのではなくって、どんな最悪な状況であったとしても、そこには学ぶべきものとか、あなたを成長させてくれる何かが眠っているので、どんなことがあっても投げ出すのではなくて、最後までやりきる方がいいですよということが書かれています。そして4つ目に、共感力は全てに勝る。これまた面白い言い方ですよね。よく頭の賢さのことを IQ って言ったりするんですけど、心の知能指数っていうのが EQ って言われてるんですけど、その賢いかどうかっていうのは IQ で決まるんですけど、人生の充実感とか幸福度っていうのは、その心の知能指数 EQ で決まるっていうことが結構言われてるんですよね。だからそれを仕事において磨いていきましょうっていうことなんですよ。だから人と関わらない仕事を、エンジニアの方とかってね、一日ずっとパソコンに向かったりとか、工場で作業してる人とかって、なかなか人と対コミュニケーションを取ることっていうのはないかもしれないんですけれども、それでも何か相手と話す機会があったりとか、一緒に仕事をする機会があった時には、相手がどんなことを考えているのか、何を言わんとしているのかっていうことを察知していくということが大事になります。ですので、共感力っていうのも仕事においては欠かせない一つのスキルですよっていうことです。そして5つ目最後、自己コントロール感っていうのは必須だということですね。仕事の満足度って結局誰から与えられているかとか、どんな仕事をしているかではなくて、自分がそれをどう見ているか、どう受け取っているか、どのように取り組んでいるか、どう考えるか、どう見るかっていうことが大事だっていうことなんですよね。だから自
分の作業の内容、仕事の内容とかそのペースとかっていうのは自分で決めていかなくちゃいけないということです。なので上からの指示、上司の指示とか、あるいはお客様に振り回されてっていうのだと不幸感を増すばかりですんで、ある程度自分で裁量権を持てるようになることっていうのが大事ですんで、それができる仕事っていうのはぜひ見つけていきましょう、あるいは作っていきましょうということです。一方でこれはちゃうよと出なかったアドバイスっていうのは3つあったんですね。はい、一つは物を買うためにお金を稼ぐのが幸せだって言った人は一人もいませんでした。それから二つ目、周囲の人間よりも幸せになることが大事だ、これもなかったです。そして最後三つ目、将来の稼ぎを基準にして仕事を選ぶべきだ、これも残念ながら入っていませんですよということなんですね。まあ、他人と幸せを比べてあいつより俺幸福だなんて思うことって人間ないと思いますし、お金がいくら稼いであったとしてもそれをどう使うかっていうのが結局人生の充実感とか思考度っていうのは決めていく部分になりますんで、1000万あったとしても200万で満足できる生活だったらその残りの800万って結局無駄なわけですよね。逆に1000万しか稼げてないのに1200万の生活をしていくと常に200万の借金をどんどん増していく形になるんで、お金に追われて不幸になっていってしまうということもあるので、自分の生活に必要なお金っていうのを稼ぐことができているっていうことの方がより大事ですよということです。ということで今聞いてみれば結構平凡なことだな、当たり前なことだなって思えることだと思うんですけど、結局普通が皆さんの幸せにつながる道なんだなということがここから言えるんじゃないでしょうかということです。もう何十年も人生の経験を積んできて体験経験をされてこられている老人の方々がそう言っているということはおそらく、あながち間違いではないのかというふうに思います。今回はそのコラムっていうのは1000人の老人に聞いたということなんで、1000人に聞いたですからなかなかの数ですし、仮にそのなんとか大学の実験みたいなのでやったとしても2以上の実験っていうのはメタ論文に近いような結果だと思いますので、ぜひですねこういった知恵っていうのが授かりながら我々もこれからますます活躍していく時代だと思いますから、そこに向かって老人の知恵を借りつつ頑張ってやっていけたらなというふうに思います。ということでですね、ご老人たちの知恵ということを、本日はご紹介をしておきました。まあ、またこういう、なんて言うんでしょう、今回仕事に関してだったんですけど、例えば人間関係とか、それからお金のこととか生活のこととか、大きく捉えて人生のこととかっていろんな知恵を授けてくれる機会もあるかと思いますので、そういうのがまた見つかったら続けてご紹介をしていけたらなというふうに思っております。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。